リルン氷河は、ユーラシア大陸中央部のヒマラヤ山脈に存在する氷河の一つである。写真中央の雪を冠した高山が、ランタンリルン山これを流れ降っているのが、リルン氷河であり、下流部が岩石に覆われて灰色になっているのも確認できる。リルン氷河は、ランタン谷に存在する氷河である。この氷河は、ネパールのランタン国立公園内にあり、同公園内における、 最高峰である、ランタンリルン山から流れ出している。この山から、だいたい東の方向へとリルン氷河は流れ出して、2002年時点で、標高約5000メートルを下回ったあたりから、氷河の誘拐が始まり、おおよそ標高4000メートル付近まで流れ降っていた。ただし、地球温暖化の影響を受けて、氷の量は、急速に減りつつある。なお、 氷河の誘拐が始まる標高よりも、下流側には氷河のすぐ横に再度もレーンが見られる。そして、この氷河の下流部はティルによって、その表面が覆われている。近年リルン氷河は地球温暖化の影響を受けて、氷の減少が続いている。特に1990年代に入ってから、ヒマラヤ地域の氷河は後退傾向にあり、さらに2001年以降、 氷河の交代速度は加速する傾向が見られる。そして2012年現在、リルン氷河もまた氷の量が少なくなりつつある状況にあって、氷河の氷の厚さが薄くなってきており、氷が薄くなる速度が加速してきている状態にある。これはリルン氷河に限ったことではないものの、リルン氷河の下流部のように、その表面がティルに覆われている氷河の場合、氷河の内部の水のある場所や、 氷河表面の池などに生物が生息していることが判明した。ありがとうございます。